女の顔は、石坂洋二郎による小説。これを原作とした、映画、テレビドラマが多数制作されている。1949年11月28日、公開。東京映画配給配給。すべてキネマ巡報社出展の作品データからの参考。1961年10月21日20時30分21時29分に、NHK 総合テレビの、 テレビ指定席枠で放送。全1話。キャストすべて日本放送協会が NHK クロニクルで公開している番組データからの参考。スタッフすべて日本放送協会が NHK クロニクルで公開している番組データからの参考。1964年5月20日に富士テレビの1000万人の劇場枠で放送。 キャストすべてテレビドラマデータベースからの参考。1966年5月2日から同年7月29日まで、東海テレビの15分昼、ドラマ枠で放送。キャストスタッフ1968年6月2日に、TBS の東芝日曜劇場枠で放送。キャストスタッフ、石坂洋二郎シリーズ女の顔のタイトルで、1976年4月19日から、 同年4月30日まで NHK 総合テレビの銀河テレビ小説枠で放送。全十話。放送時間は毎週月曜日金曜21時40分22時。キャストスタッフ女の顔に関するカテゴリー。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 ありがとうございます。